こんにちは。スピリチュアル研究家の楓です。ツインレイ同士はテレパシーでつながっているって本当そんな噂を聞いて疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。実はツインレイ同士はテレパシーができます。とはいえテレパシーは目に見えるものでもなければ、声で聞こえるものでもないため確認ができないのが現実です。 この動画ではツインレイ投資のテレパシーの特徴やツインレイとテレパシーをする方法を徹底解説します。どうすれば、ツイインレイとテレパシーができるのと考えている方はぜひ参考にしてください。まず紹介するのがツインレイのテレパシーの特徴についてです。ツインレイのテレパシーは皆さんが想像するテレパシーと少し違う部分があります。 ここではそんな特徴を詳しく説明するのでどんなテレパシーがツインレイのテレパシーなのという疑問が解消されるでしょう実はテレパシーは女性よりも男性が実感することが多いですツインレイと出会うとお互いが今までに感じたことのないような衝撃を受けますそれがきっかけで関係を深く築くようになるツインレイの2人は関係を深めるごとに 相手の存在の特別さに気づくでしょう特に男性は相手ツインレイの考えていることがなぜかわかると感じることが多いそうです普通の恋愛であれば男性は女性の考えていることを理解するのが苦手だったりしますよねしかしツインレイの関係になれば男性側からテレパシーを実感することが多いですツインレイのテレパシーの特徴は 会話が少なくても通じ合えることです皆さんが想像するテレパシーというのは遠い場所にいる相手に自分の考えていることを伝える伝言のようなイメージではないでしょうかツインレイのテレパシーも相手の考えが伝わってくるのですが一緒にいる時にふと相手の感情や考え事が伝わってくることもあるそうですツインレイは恋人関係になることも多いため データをしている時に彼女の行きたい場所を感じ取ることができるなど、相手からすれば、なんでわかったのと感じるような出来事がよく起こります。ツインレイがテレパシーを受け取る時、どんな風に受け取っていると思いますか相手が考えていることが言葉になり、頭の中に飛んでくるイメージを持っている方もいるでしょう。テレパシーを取り扱う映画などを見ていると、 相手の考えが言葉になって頭の中に現れることも多いですしかしツインレイが受け取るテレパシーは言語ではなく感覚的な感じ取り方になります例えばあなたの体調が悪ければ相手ツインレイも心が苦しくなって「もしかして彼女は体調が悪いのかな?」と感じることがあるそうですツインレイのテレパシーは 送送ろうと思って送ってているわけではありません二人は常にエネルギー交流をしており互いいのエネルギーが循環し合っている状態ですそのため相手の考え方や気持ちが伝わりやすくなっていますそんなツインレイのテレカシーはお互いのことをツインレイだと確信するまで続くそうです互いのことを特別な存在と確信できるきっかけになるのが このテレパシーとも考えることができるでしょう相手の感覚や感情が伝わってくることでもしかして相手はもう一人の自分なのではと感じる瞬間が来るかもしれませんツインレイのテレパシーは常に互いがエネルギー交流をする中で送り合っていることになりますしかし時にそんなテレパシーの邪魔をするのがエゴですツインレイのエゴというのは 関係を深める上でかなななりり厄介なものになりますエゴは自我のことを指しますがツイインレイ同士が目指すすす魂のの統合の邪魔をする存在です魂の統合をするためにはお互いが無償の愛を相手に注ぐことが必要になるのですがエゴを持つことでツインレイ同士の関係に溝ができやすくなります。そうなるとテレパシーがうまく伝わらなくなってしまうのです。 ツインレイ同士のテレパシーは相手と自分が一本の線でつながっているイメージでしょうその線がエゴの影響で断線してしまいますツインレイとのテレパシーですがもしつながった時はどのように感じるのでしょうかツインレイ同士のテレパシーは相手の言葉を読み取れるようなテレパシーではありません感覚として相手が感じている気持ちなどが伝わってきますもし ツインレイとつながることができた場合まず感じるのが相手ツインレイの匂いだそうです例えば離れ離れの場所にいても相手が隣にいるような香りをふと感じることがあるでしょうツインレイのテレパシーはそういった感覚的なテレパシーを受け取ることができるため匂いはつながった証拠とも言えますねツインレイとテレパシーでつながることができるとお互いにしか伝わらない 特別な感覚が生まれまれす。きっと動画を見られてる方の中には私もツインレイとテレパシーでつながりたいと感じている方もいるのではないでしょうかそこで最後に皆さんにはツインレイとテレパシーをする方法を紹介します私にもできるのと不安を感じてる方もいるかもしれませんしかし自信を持って取り組めば ツインレイとのテレパシーは可能になるでしょう。ツイインレレとテレパシーをするにはまずは自分の中にある執着を手放すことが大事です自分破行でなければならないなどの考えは捨てましょうまたエゴをなくすことも心がけなければなりません上述したようにツインレイとの関係でエゴを持っているとせっかくつながった線が断線してしまう可能性が出てきます 執着や言語は人生を歩んでいるとどうしても生まれてしまうものですしかしツインレイの相手のことを思いやる気持ちを持ち相手を優先に考えることが大切ですそれができるといつの間にか手放すことができているでしょう次に大事なのが気持ちを落ち着けることですよしツインレイとテレパシーでつながるぞと意気込んでしまう人もいるでしょう しかしツインレイとのテレカシーはやろうと思ってできるものではありません常に流れるエネルギーの循環がうまくいっていると自然と相手の感情が伝わってくるものですそのため感覚を鋭くすることが必要になります感覚を鋭くすると聞くと集中をするイメージを持たれるかもしれませんしかし感覚を鋭くするためにはありのままでいることが 重要になるためできるだけリラックスをすることを心がけることが大事ですツインレイ同士がテレパシーでつながるためには愛が必要になりますツインレイは同じ魂を持つ唯一無二の存在です出会うことで人生が変わるほどの衝撃を受けそしてツインレイとして人生の使命を全うする生き方を選ぶでしょうそんな相手とテレパシーを送り合うことは 難しいことではありません。互いに良いエネルギー交流ができていると必然と、相手と感情を受け取れるようになるでしょう。何もしなくても受け取ることはできるのですが、互いのことを思いやり、相手のことを愛することで、よりテレパシーでつながりやすくなります。この動画では、ツインレイとテレパシーについて、詳しく解説してきました。ツインレイと どうやってテレパシーでつながることができるのと考えていた方の悩みが少しでも解消されていれば幸いです。ツインレイ同士のテレパシーはテレパシーを送ろうと行っているわけではなくエネルギー交流をする中で自然と生まれるものであることを覚えておきましょう。以上いかがでしたでしょうか皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてますね。 チャンネル登録もよろしくお願いいたします。